タッキーのやっぱり聖書でしょう。この時間はカルバリーチャペルラハブラ日本語部の牧師さん、タキージュンさんに聖書の言葉からラジオを聞きのあなたに今日一日を健やかにお過ごしいただくためのヒントをお話しいただきます。タキーさん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ここのところ会員の罪を犯した女性がですね、群衆に囲まれて吊るし上げに遭っていた話をしてきています。そうですね。男たちは石でその女性を殺したいと思ってたんですけどもね、お前らの中で罪のないものから初めに石を投げろ、イエスに言われて皆その場を立ち去ったんですね、イエスも彼女を罪に定めなかった、彼女を許してもう罪を犯すなと言われたんですね、人ってですね、誰でも大なり小なり毎日のように悪いことをしてるんですよね。子供の頃ならいざ知らずもう分別がつく年齢になったからでも、僕ら故意にですね、あえて悪いことしますよね。この女性を許されたように、この心の汚い僕らを許すと神は言うんですね。この女性を罰しなかったように僕らにも罪の罰を負わせないと、じゃあこの罪の罰はどこ行っちゃったのと。そうですそれはですね、神ご自身が人となって十字架の上で全ての人間の罪を負われたという方法によってなんですね。これが神の愛です。親だったらですね、子供が罰を受けるんだったら私が代わりにって多分そうなると思うんですね、それが僕らに対して神がしてくださった、やり方なんですね。滝さん、ありがとうございました。カルバリーチャペルラハブラでは毎週日曜午前11時から日本語によるバイブルスタディを行っています。どなたでもお気軽にご参加ください。